What's up? キャプテン虎次郎です。今回はですね、パーティー募集主はどこまでやるべきなのかという質問をいただいたので、それにお答えさせていただきます。まず質問を読み上げます。こんにちは。いつも虎次郎先生の動画で勉強をさせていただいています。ありがとうございます。すみません、伝わりにくいと思いますが、極戦をパーティー募集をした時に募集主が必ずしないといけないことってありますか？流れがあれば教えていただきたいんです。 MT や ST など決めてもらう時も募集主が仕切った方がいいのでしょうか？マーカーは募集主がした方がいいのでしょうか？なかなか人に聞けなくてよろしくお願いします。ということで質問ありがとうございます。この質問に答えさせていただくんですけども、ちょっとね、パートに分かれてお答えします。で、今回お話しするテーマはこちら、やりたいようにする、募集を明確に、足りないものは足りないで OK というテーマでお話しします。で、まずやりたいようにするっていうことなんですけども、ルールは基本すべて募集主が全部決めて OK です。動画とかで予習して、例えば何々式みたいなとか〇〇風みたいなことなのがあれば、あらかじめそれをやるっていうふうに決めておいて、でもし自分がタンクなのであれば MT か ST どちらかを決めて、やりたいならどちらかを決めて募集するっていうふうにすれば OK です。で、そのコンテンツをやるために自分の中である程度の流れが決まっているのであれば、その流れに沿って募集をすれば大丈夫です。なので、どこまでやらなければいけないということではなくて、スタートからどこまでも好きな範囲を決めれるんですけども、逆に募集するときは決めないといけないということです。で、2つ目、募集を明確にってことなんですけども、募集主はルールを好きに決められる代わりに募集文をね、しっかり書く必要があると。で、このように募集をする際はこういうね、画面を開くと思うんですけども、語句に関してはどれも基本一緒です。特に語句はやっぱり周回することが多いんで、素材とかマウント狙いとか、まあ、クリア目的でもいいんですけども、それをね、しっかり目標を決めて設定する必要があります。ここに目的ってあるんですけども、周回するのであれば周回で1周だけとか、1回戦って倒したいとかなのであればコンプリート目的です。で、ちょっと自信ない、クリアできるか分からないけど、とりあえず行けるとこまで練習したいっていう場合はこの練習っていうのを選びます。で、募集する際の注意点なんですけども、募集文ですね、ここに自由コメントってあるんですけども、ここにいかにどういう風にして書くかっていうことを書きます。で、例えばなんですけど、動画とかね、予習してて一定の流れがあると、一定のやり方があって、それが何々式とか呼ばれているのであれば、例えば虎次郎式なら虎次郎式、まあそんな方法ないんですけども、仮にですけど虎次郎式であれば虎次郎式でやりますという旨を伝えると。あとは3回方法とかね、これ難しいコンテンツになってくるんですけども、まあ、語句でもよくあると思います。3回方法、特に十字とか、罰字どっちかっていうパターンがあるんで、このどっちかっていうパターンがあるんで、このどっちか選びたいとき、例えば十字3回 なのであれば十字3回しますよっていうことをね、しっかりこういうふうに書きます。3回十字とかで、あとはね、ノックバックっていうのが来るんですけど、アームレングスを使って処理するっていうのであればアームレンっていうふうに書いたりします。で、あとはね、特にこれ最新のコンテンツになるんですけども、ご飯ですね、食事アイテムと薬っていう能力を、一時的に能力を上げるアイテムがあるんですけど、そういうのも必須っていうのがあります。これがあるとないとでね、高難易度コンテンツは結構そのクリアできるかできないかっていうレベルぐらいに変わってくるんで、これが必須だよっていう場合は飯薬必須っていう募集があったりします。で、あとはその周回するのであれば何周とかも書きます。例えば3周なら3周っていうふうに書きます。で、5周なら5周と。で、あとはフリロっていう言葉はよく聞くと思うんですけども、このフリロ、その出たものは好きな人が好きなようにロットしていいよってことなんですけども、例えばパーティーに侍が2人いるけど刀1本出た場合は侍同士で取り合うことになります。逆にそれみんなバラバラだと侍は1人確定でその武器をもらうっていうことがあって、それがフリーロット、みんな好きにロットしていいですよっていうことです。で、あとはタンクですね。もし自分がタンクで参加して MT か ST どちらかでやりたいと、例えば自分が MT のギミック予習して覚えてて MT でしか参加したくないっていう場合は ST 募集とやります。こうすることによって逆に ST の予習しかしてない人が来たりしますんで、もしくはお手伝いさんが来るんですけども、そういうふうにすれば自分がやりたいようにね、こうやってルールを組んでいけるっていうのがこのパーティー募集の特徴なんで、特にこれ高難易度コンテンツ、こういった極系の万神戦とか挑むときにかなり役に立つので、なんか他の人のパーティー募集合わせるのやりづらいなっていうときはまずはこれで
やってみるのもおすすめです。でここで一つ補足なんですけども、こういった場合は例えば初見ですっていうこともしっかり入れておきましょう。例えばこれが練習なのであれば初見で、未予習なのか、ちょっとね今自分のキーボードあんまりこの変換が賢くないんでねあれなんですけど、初見未予習なのか予習済みなのか、こういうこともしっかり書きます。で例えば予習済みの場合は動画で予習されてる方っていう募集文もあったりします。これ結構見かけるかな。特に例式とかになるとねこういった募集は増えるんですけど、まあ、語句に関しては最悪予習なしでもいけるんですけど、ちょっとねやっぱりある程度もうクリア目指してると、もうちょっとでクリアできそうなんだっていう時にこういった募集文をつけたりすることが全然あります。はい、そして最後のテーマ、足りないものは足りないで OK ということなんですけども、先ほど質問者さんが言ってたようにマーカーがないと募集してはいけないのでしょうかっていうことなんですけども、もちろんねあるに越したことはないです。基本はこの募集主の人が事前に用意した方が望ましいんですけども、ただない時も募集すればそれはそれで OK です。自分もね、マクロとかない時とか結構募集したりするんですけど、例えば、この極タイタン参加するんですけど、マクロがなしと、さらにマーカーもなしと、今マーカーってね5つまでセットして保存して残すことができるんですけども、まあ、それもないと、でなかったらなかったらそういうことはしっかり書きましょう。 マクロなしマーカーなしご協力いただける方お願いしますとか、まあ、こういうふうに書くことによって持ってる人来ます。で大概持ってる人はクリア済みの人が多いんですけども、まあ、それでも一緒に攻略してる途中とかの人なのであれば、こういったものをね持ってきていただいてパーティーで流してくれると。でこれパソコンに限るんですけど、まあ、プレステ4でもできんことはないんですけども、マクロねパーティーチャットでガーッと流したやつをコピーして、そのままマクロに貼り付ければ使えるっていうので、パソコンの人はね簡単なんですけど、まあ、プレステ4もねできんことはないんでぜひお試しください。マーカーも一緒です。マーカーも今先に置いてくれた人のやつをそのまま保存するっていうことができるんで、もしね自分が持ってなくても一度だけでそうやってもらえれば使えるんで、今後周回していきたい場合はそこで保存して自分ももらうっていうので全然大丈夫です。ただそうしたい場合はしっかりそれを募集部に書くということが大事ですんで、やっぱりないものはない、あるものはあるっていうものをしっかり伝える、こうしたいっていうのもしっかり伝えるってことがこの募集文では大事かなと思います。多分ねこれで大方解決したかなと思うんで、もしまだ分からないことがあればコメント欄か、もしくはまあ質問箱でもいいんですけど、質問箱はねちょっと対応が遅れるんで、コメントとかで解決するのであればそういった方に書いていただければと思いますし、うちのチャンネルありがたいことにたくさんコメントをいただいております。で何が一番ありがたいのかっていうと、質問をねコメントでもいただくんですけども、自分やっぱりいろんな方のコメントを読んでると対応がどうしても遅れる時があるんですけど、そういったことの前にFF14 のプレイヤーの他の別の方がその質問に答えていただいているっていうケースが結構多々あるんで、皆さんに気軽に質問できる場所としてね使ってもらってもいいのかなと思います。ただうちのルールとしてはそのなんだろう暴言とか煽るような発言はねぜひなしにしていただきたいと思うんですけども、今見てる限りではそういったケースはないので、非常に温かい人たちがやっぱりたくさんいるんだなと思って感心して、いいねとね読みましたっていうコメント、ハートマークついてると思うんですけど、まあ、しっかり読んではいるんでね、先に回答がある方はそちらがお答えしてるんで、そちらをご参考にいただければと思います。はい、それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。